プライドジャパンドリームカップ全国大会決勝戦。前回は先発長崎さんの投球を紹介させていただきました。これが長崎さんの卒業登板となりましたが、対戦チームの大阪バカラナイン打線につかまり初回3失点。その後のピンチはリリーフ川上くんが抑え、今日は1回の裏クーニンズの攻撃から紹介します。3点を追いかけるクーニンズ、過去にはオープン大会で西日本準優勝をしている大阪バカラナインさん。まずは先頭バッタークーニン、積極的に振っていきますが追い込まれました。カウントは2ストライク2ボール、打ちました、レフトに飛んだ、しかしやや詰まりました。先頭バッター出塁ならず。2番は準決勝で決勝タイムリーを放ちました ESS 沖田。沖田打ち上げました、これは浅いセンターフライ、2アウトランナーなし。3番はショート筏井、今季は打率7割。これは内野ゴロ、筏井全力疾走、2アウトから筏井が出塁しました。そして回ってきたのはこの日4番に座りました和郎。和郎は昨年末卒業を宣言し、これが和郎の引退試合となります。勝てば日本一の舞台で4番ファーストで起用しました。その和郎追い込まれました。最後はまっすぐ空振り三振、クーニンズ得点ならず。2回の表ピッチャーは1回途中からマウンドに上がっている川上くん。135キロのまっすぐ、ふらふらっと上がった打球、筏井がファインプレー、守備の名手筏井。なおスピードガン表示ややバグってますが、投げた瞬間出る数字は正しいです。ここは118キロの変化球、川上くん簡単に2アウト。2アウトを取った川上くん、デッドボールで出塁を許します。2アウトランナー1塁。まっすぐで押しました、139キロのまっすぐでピッチャーフライに打ち取ります。川上くん決勝戦で気合が入っております。さあそして大阪バカラナインさんは早くも継投、ピッチャー2番手の中谷投手に変わりました。クーニンズはここから左が続く、5番バッターは西下。西下打ちましたが内野ゴロ、バカラナインさんナイス連携。6番にはシークエンスバットに夢中の前澤くん。緩い変化球打ちました、セカンドゴロ、競争になる、セーフかと思われましたがここはアウト。前澤くん残念そうだ。2アウトランナーなしとなり緑川は両打ちです。最近では左打席の方が打率は高いですが、ここは右で打っていきました、サードゴロ。クーニンズ三者凡退。そして3回の表川上くんの投球、まずは先頭バッターカットボール、セカンドにいい当たりも西下よく止めました、ナイスプレー、先頭バッターを抑えます。続くバッターはワンワンからの3球目、ショートゴロ、筏井さばいて2アウト。2アウトランナーなし。ここで変化球を捉えられツーベースヒットを浴びます。川上くん2アウトからランナー2塁のピンチ、得点圏にランナーを背負います。しかし川上くん得点圏にランナーを背負ってからが強い、
ランナーを警戒しつつ追い込んだ川上くん。高めの136キロまっすぐで空振り三振を奪います。3回も0点。そして大阪バカラナインさん、3人目のピッチャーが出てきました。これは1イニングずつの継投となっていくのか。サウスポーの三村投手が出てきました。先頭バッターは元陸上部のリオ。準決勝は育児のため不参加でしたが、午後からの決勝戦参加してきました。ショートフライでワンアウト。クーリンズなかなかランナーを出すことができません。そして9番の川上くんのところでなんとピッチャーが変わりました。出てきたのは準決勝でも好投した大阪バカラナインエースの西原投手。準決決勝と連投となります。まさに鉄腕。ここから大阪バカラナインさん、エースの西原投手に全てを託しました。クーニンズはこの投手から3点取ることができるのか。まずは川上くん、変化球見送りました。手元に曲がるいいボールです。そして111キロの変化球の後は134キロのまっすぐ、三遊間深いところから大遠投、ナイスプレーが出ました。川上くんファインプレーで出塁ならず。ツーアウトランナーなしでクーニン、西原投手との初打席。この球おそらくカットボールだと思うんですが、かなり手元で曲がってきます。すごくいい球です。さあここも追い込まれたクーニン。最後は136キロまっすぐ、セカンドゴロでアウト。クーニンズこの回も三者凡退。3回までノーヒットのクーニンズ、チャンスらしいチャンスを作れていません。さあそんな湿った打線ですが、ピッチャーの川上くん、135キロのまっすぐでショートゴロ。先頭バッターをアウトに取りました。実に我慢強く投げてくれてます。ここもまっすぐで押しました。135キロまっすぐでピッチャーフライ。これで2アウト。2アウトランナーなし。最後はスライダーでピッチャーゴロ。川上くんも三者凡退。流れを呼び込む素晴らしいピッチングを見せます。川上くんの好投に何とか応えたいクーニンズ打線は、先頭バッター2番沖田から。その沖田、見ました、フォアボールで出塁します。ノーアウトのランナーが出ました。ここで3番ショート伊海田、ある球を狙っておりました。カットボール。ここまで苦しめられてきたこの球、イカイダが捉えます。打球はぐんぐんと伸びる、入るか、フェンス直撃。イカイダの長打が飛び出します。ツーベースヒットでノーアウトランナー2、3塁のチャンスを作ります。さすが7割バッター。この大チャンスで迎えるバッターは4番ファースト、この日が引退試合のカズロー。昨年も得点圏打率は4割を超えるカズロー。逆方向に打ちました、高く上がった打球。ここでバックホームを焦ったレフト、捕球できず沖田が生還。クーリンズ1点を返します。クーリンズ怒涛の3連打で1点を返します。3対1。カズローナイスバッティング。なおもチャンスで5番バッター西下、変化球狙っておりましたがここは上げてしまいました。サードフライでワンアウト、ランナー1、3塁で前澤くん。その前澤くんは我慢強く自分が打てる球を待ちます。3ボールとなり、ここは変化で取ってきました。ワンストライク3ボール。そして勝負の5球目、まっすぐ打ちました。前澤君の打球は左中間に深々と破りました。イカイダー帰ってくる、これで3対2。そして一塁ランナーカズローが三塁を回る。戻ってきました、
前澤君の2点タイムリースリーベースヒットが飛び出す。クーニンズ4回に同点に追いつきました。なおもチャンスで緑川、ここは左打席。緑川のこの打席はインパクト後ゴロゴーのサインでした。バッターはすべて転がせ、ランナーは転がすのでバッターを信じて打った打球はすべて突っ込め。初球バントの構えは緑川のフェイクでしたが、全球このサインで徹底しておりました。ツーナッシングと追い込まれた緑川、打ちました。ショートゴロ、ショート取れず前澤君が戻ってきました。クーニンズが逆転、クーニンズが一挙に4点を取り逆転しました。緑川ナイスバッティング、なおもチャンスでリオ。セカンドゴロ、4-6-3、ここはゲッツーならず。ツーアウトランナー一塁で9番川上くん、134キロまっすぐ打ちました。セカンドゴロ、しかしながらクーニンズ一挙に4点を取り逆転しました。前澤君の素晴らしい同点タイムリー、そして素晴らしいツーベースで流れを作った伊海田。この1点のリードを守りきれるか川上君。大阪バカラナインさん、この回はトップに戻って1番越智選手から、初回に素晴らしいツーベースヒットを放っております。138キロのまっすぐ、ファーストファールフライ、詰まらせました。先頭バッターを抑えた川上君、続くバッターまっすぐ打たせました。サードゴロ、これでツーアウトかと思われましたが、リオが悪送球、ワンアウトからエラーで出塁を許します。ここで迎えるバッターは大阪バカラナインの3番バッター。クリーンナップに対しまっすぐ打たれました。レフトへの打球、沖田が弾く、センター空に逆を突かれる。慌てて広い返球するもランナー3塁を回った、間に合いませんでした。これで同点とされます。点を取った次の回すぐに追いついてくる大阪バカラナインさん、全国制覇に向けての執念。なおもランナー2塁のピンチ、ここはピッチャーゴロ、しかし川上君弾いた、やや送球乱れましたが、カズローがナイスカバー、使い慣れた外野グラブで臨んでおります。ファーストミットよりも外野グラブの方が落ち着くそうです。さあ2アウト3塁、川上君粘れるか。変化球打ちました、高く上がった打球、沖田取りました、スリーアウト。しかしながら同点に追いつかれたクーニンズ、再び突き放すことができるのか。日本一の栄冠はどちらに。次回完結編です、お楽しみに。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。